はい、どうも、今度はパシフィカの話をしようと思います。話題のパシフィカですね。まあこれをなんで使ってるかっていうのは、あの動画は別で、ギタリストがなぜ6万円のギターを使うかみたいな、そういう大妙なタイトルで、まあ僕のパシフィカをなぜ選んで使ってるかっていうのはそこで結構じっくり喋ってるので、まあそこをチェックしてみてくださいっていうわけで、まあそれ、まあこれを好きで使ってるんですけども、いろいろねちょっと改造してみました。まずね、ブリッジですね。このブリッジ、いわゆるこのウィルキンソンの、もともとついてたのウィルキンソンのものなんですけども、5点指示で、だけど割と滑らかなやつ。あ、今ここにかかってるあれ、そうです、あれ一緒ですね。あっちは書いてないです。で、で、なんで書いたかっていうと、もうちょっとだけ滑らかにしたかったっていうのと、あとね、あの5点指示だと、あのね、ちゃんと調整してれば大丈夫なんだけど、ちょっとずれた時に、僕結構クリケット的なものを使うじゃん。っていうふうに使うんですね。あの、クリケットとしても使うし、ビブラート。ビブラートとしても使うし、あとこの、結構アーム、結構ガッツリ使っちゃうんですよ、実は。なので、そんなこともあって、まあ、だんだんやっぱ耐久性に若干の不安を覚え、多分、そんなに激しくやらなければ大丈夫なんだけども、変えとこうかな、と思い始めて、変えました、結局。で、なんか、まあ、いわゆるウィルキンソンの VS、なんだっけ、すごく、ウィルキンソンに、で、最初に出たタイプなんですよね。まあ、後藤みたいですけど。後藤っていうか、ウィルキンソン社って今ないからね、そもそも。あ、ちなみにウィルキンソンの最後の USA ものの最後のウィルキンソンのブリッジは持ってたから使ってた気がする。あ、でも最終的にやっぱね、コマが、まあ ここのとこって、まあ消耗品なんで、ね、やっぱりこう弦の、結構ね、この辺のね、弦のこう角度とかも結構こだわってやってたんです。今あんまりこだわってないんだけど、なのでそうこうしてるうちに、やっぱこうだんだんこう消耗していって、まあ使えないねっていうところまでいっちゃったかな。それはそれで良かったですけどね。ただちょっと弦が切れやすかったかもしれない、ベースの方。まあまあそれはそれで。で、今はだからこのウィルキンソンのノーマルの2点指示のやつですね。あとね、このペグですね。ペグを、これね、その前動画で、パシフィカの使ってる動画か、それを答えての動画はどっちかで喋ってるんですけど、ちょっとぜひチェックしていただきたいんですけど。でね、ペグがね、これも、なんていうの、ボロくてダメとかそういうんじゃなくて、僕の巻き方だと、まあ、たまに間違えてね、切っちゃう時があったんですよね。で、あと、実はね、結構視力弱くて、何気に。なので、ちょっと見えにくいところあったんですよ。で、それもあって、一番わかりやすいこのタイプ。この裏で締めるタイプですね、これね。弦締める。あ、だ弦通して、ぐっと引っ張ってネジ締めて、ちょっと巻き戻る。これ一番簡単ですね。やっぱ簡単なのがいいので、それに変えました。で、あとはナットそのままでしょ？で、まだフレットもそのまま。で、ピックアップもそのまま。あ、あれだ。あー、ボリュームの、ポットはちょっと変えて。で、まだ決定じゃないですね、これ、はっきり言って。うん。そのハイパス含め。なんでかっていうと、最近ね、今使ってないんだけど、これ。リーさんの、リーカスタムアンプリファイヤーの、この、これもね、動画で紹介してるんで、ぜひチェックしていただきたいんですけども、むちゃむちゃいいバッファーがあって、真空管が入ってる。で、これを結構デフォルト、まあ、今日は使ってないけど、デフォルトで使うので、それによってね、結構ポットの感じとか、ハイパスの感じ、結構変わってくるんですよ。で、今ちょっと迷ってるところですね。まあ、ハイパスもなしでもいいのかなっていうのもありつつ。ですね。で、まあ、ここをアクティブにしちゃうっていうのもありなんですけどね。いわゆる EMG みたいな。ただ、まあ、ちょっと、まだいいかな、そこはっていう感じで。ですね。あと、あ、これピックガード。これピックガードね、これね、誰の
知り合いのリペアをやってる人も教えてくれたんだけど、あの、ね、これねピックガード屋さんってなってこのギターパーツ屋さんみたいなやつ、卸問屋でも、あの卸問屋じゃないんですよ、普通に小売りもやってるので一般ユーザーも買える、あの別に僕楽器屋さんじゃないですけど買える。で、ただ買えるとは言っても、これほらあの形がほら特殊じゃないですか、これあのリアハムのとこで切ってあるってね、これ他にないですよ、まあ、そこも好きなんですけど、実はで、で、だからこう板で売ってるんですよ。で、それをこの色かなと思ってちょっとどうかなと思いながらも買ってみたら意外とあってよかった。買ってその板をリペアの人にお渡しして、まあ切ってもらって、こう綺麗にね、で、まあ貼り替えた。前はただの黒だったのがこれになってちょっと見栄えなかったかなっていう感じですね、うん、で、このこのなんていうのブリッジの色も何よりこうちょっと、ね、黒っぽいですよ。なんちゃらブラックって言うんですね、なんていうのかな、銀ではなくちょっと黒い、これかっこいいなと思って、これちょっとせっかくなんでこのボリュームノブとかもなんかちょっと変えてみようかなんてちょっと思い始めてます。だからこのペグちょっと黒っぽいんですよ、ただブラックじゃないですね、こうなんかかっこいいですでね、そこを変えましたね。でね、まあ概ね今のところでよく、もしかしたら次フレット行くかなーって今思い始めました。もうちょっとだけ、意外に実はねこれミディアムジャンボっぽいと思いきや実はそうでもちょっと細くて低めで、どうしてもあのビブラートとかかけるときとか、とっさにチョーキングするときとかにね、とっさのゆっくりやれば全然できるんですけど、なんかとっさにやるときにたまにちょっとね、やっぱフレット高い方がやりやすいなって時はどうしてもあるんですね。まあ、フレット高い方が要するに指が指板に当たらないの。あとリブラートかけるときも、まあ、摩擦が少なくいける。まあそれの最たるものはスケロップなんですけどね。ほらイングベイマルマスティンとかスケロップやってるじゃないですか、リッチブラックマート。だからそのあれは要するにこう指板、さらにフレットが、高くなる、事実上高くなる。でも僕スキャンプはねやっぱ慣れてなくて弾けないので、あのまあ普通のでちょっともうちょっと高さのあるものに変えようかなと今思っているところです。他は今のところないですね、うん、でね これね、あとそうですね、このあとね、パシフィカ、これをほら、僕はパシフィカ言うものなんで、言うものだから、まあね、いろんなこと言う人はいるので、まあ、どうでもいいんですけどね。僕はこれ、はっきりと言うと、宣伝じゃなくて、自慢なんですかね。自慢ですから、これ。すげえだろ、この値段でこういうと出せてって。それ、どっちかってそれなんで、別に宣伝。だって宣伝料とか別にもらってないし。うん、まあ気持ちとして、まあ今こうやって動画撮り上げてもそうだし、まあよくしてくれてるから、それはじゃあ僕も何かしようかなって、そういう感じですよね。ギブアンドテイク。だからそこはなんか別に全部仕事かっていうとまた微妙ですよね。その曖昧なところもあるんです。で、あとね、そうね、なんかまあこれですよね。一個前の動画でも話しましたけども、 THR の新しいやつ。で、僕もワイヤレスです。これ抜きますよ、これ。今こういう状態で、全然バチって言わない。これ逆にこれで慣れちゃったらやばいよね、これ。普通のシールドバチって。で、これこう刺すじゃん、こうやって。もう充電中ですよ。で、充電中で、今もう音で、ね。で、音楽も流せる。なかなか聞き心地のいいステレオの音ですよ。いわゆるそのスタジオのモニタースピーカーの音とかは違いますけども、こう部屋に置いた時のこう
こう低音とかグーこうグーって聞くわけじゃなくて、あの なんかこう不安となってる感ってあるじゃないですか。なんかそれはすごくいいと思いました。だからそのオーディオ的にこれはちょっととかそういうことじゃないですよ。っていうかそもそもそういうものではないと思うので、やっぱりこう気軽にパッと聞けて、あ気軽にこうつないだと、本当にこうさ、これ抜いてさ、刺すだけこれ抜いちゃうとすごい。デフェクトも1個前の動画でエフェクター結構やってるから見てください、ぜひ。ネリとかもあるしさ、結構遊べると思いますよ。もしよかですね、そんな感じかな。あとね、最近の感じとしては今度ね、このワークをしたいんですけど、これね、イデアサウンドプロダクトのカスタマイズしたボックスのワーク。ボックスのっていうか、元のボックスで、まあ、中身は多分いろいろ改造してるんですよ。これがまた、すごい、えぐい、にも音出さないけど。で、これと、あと、やっぱりイデアサウンドプロダクトさんのこのファズね。僕、ファズってあんまり実は使わない人なんですけども、いやー、まあこれすごいですよ。破壊力がすごい。もう、ファズマニアの人ってたくさんいると思うんですよ。ビッグマフ、10台ぐらい持ってるとかね。まあ、そういう人に比べちゃ、から言わせちゃうと、もしかしたら、何がって思うかもしれないですけどね。まあ、でもやっぱファズはファズなんで、なんか僕なりに何かちょっといい形で、動画で表現できたらなと思います。まあ、それ近いうちやります。これちなみにあれですよ。リーカスタムアンプリファイアのこの、ほら、これ動画で紹介してますので、ぜひ見てくださいね。この真空管入りバッファーを作られたリーさんが、このイデアさんと、まあ、タッグを組んで作ってるってことでね。まあリーさん、ボックスアンプのそもそも、あれですから、チーフエンジニアですからね。まあ、アナログからデジタルまで、まあ、すごい方、まあ、本物の方なのでね。僕もすごく信頼できるし、勉強させてもらってます。まあ、ちょっと近く会えてないんで、そろそろ会いに行きたいなと思うんですけどね。まあ、近々会いに行きます。で、そんなわけで、あとはね、最近の感じだと、まあ、そうね、あ、そうそうそう。ちょっとこれもね、前の動画で言ったかな、言ったかもしれないんだけど、今ね、これ iPhone で撮ってるんですけど、iPhone にこう、自動で動けつのかってんですよ、実は。何かっていうと、ビヨーンって。こう僕が動くとカメラ持ってきてくれるんですよ。で、これ iPhone を載せる台がこうスタビライザーっていうんですか、あれで、なんていうのかな、 iPhone の顔認識したものをに合わせて Bluetooth で繋がってるんですけど、それを、連動してモーターで動いてくる。これなかなかいいですよね。で、この台のやついっぱい出てますよね、今ね。もっと上下左右すごいやつとか動くやつとか。だけど、まあ、まあ、これはこれで面白いんで、iPhone ね、せっかく最近11に買い替えたんで、まあ、活用したいなと思っています。感じですかね。あとなんか、あとね、エフェクターの、データベースというか、今ちょっとコツコツ作ってるんですけども、いろんなエフェクターあるじゃないですか。この前ね、ボスの SD-1、ツバオーバードライブ紹介しましたけども、あれはまあ、サベリもありの、まあ、飲みトークみたいな感じ。飲みトークというわけじゃないけど、飲んじゃいないけど、お酒僕は全然飲まない。なんだけど、そういうんじゃなくて、もうちょっと、わかりやすく、どの機種も同じ条件で切る。まあ、エフェクターをこう、切り替えるだけでね。まあ、そこはいろいろ秘密があるんですけど。まあ、弾いてる音は全く同じなんだけど、エフェクターだけ入れ替える。いつでもそれができるって、そういうね、ことをやろうと思って。面白いでしょ。だから、どこの宣伝とか、どこの方も、俺、一切できないので、本当に、なんていうの、まあ、データベースというか、辞典というか、そういうふうになれたら面白いかなと思って、今、作った。ちょっとだけ見せたいとこだけど、ちょっと、あ、この動画で見せるのはちょっと難しい。
まあやってますので、そこら辺期待してください。そんなわけでいろいろありますが、皆さん、天候には気をつけて健康でいきましょう。ではまた。